エドの地上技に中段ないのって結局どうなの？俺なんか中段ってマジで評価低かって、まあ、別にあってもなくてもいいぐらいに思ってたけど、このゲームやっぱね、なんだかんだ中段強いわ。最近認識変わってきました。強いね、普通に。エドは中段ないから SA2 の2択できないんですよね。まあまあまあ、それも、まあ、エドの場合 SA2 が特殊だからそういう側面もあるんだけど、いやなんかシンプルにね、そういう SA2、ラシードの USR とかそういう設置がなくても中段ってめっちゃ強いなって最近思う。なんか俺今までさ、ラッシュ中段とかさやっててさ、なんか全然こんなんだ、みんなガードしてくんじゃんって思ってて、俺全然強くねえなって思ってたのよ。はい、間違えた。ただね、ラッシュ中段の当て方知ったらね、評価変わったね。あのね、めっちゃ当たりやすいラッシュ中段あるんよね。知りたいですか？なんかルークの中段とかさ、なんかめっちゃ見やすいなって思ってたからさ、マジ全然当たんねえなと思ってたんだけど、ちょっとラッシュ中段の振り方を変えるだけでここスコア当たります。ジェイミーの中段マジで当たらん。それもね、当てれるようになります。てか何でも当たるようになります。このゲームラッシュ中段めっちゃ強いやんか。本当に強いやん。まあ、適当コンボでさ2500とか減ってさ、まあ、ガードでもさ中段ガードさせた側が有利取れるっていう、だからめっちゃ強いはずなんだけど、俺やっぱラッシュ中段自分で使ってて全く当たらんかって、なんなんこれって、みんな立ってくるやんと、みんな立つしジャスパしてくるし、なんクソ弱えって思ってたんだけど、まあ、まずさよくあんのがさ、ジェイミーのさ普通にラッシュ中段当てた時プラ5しか取れなくて、プラ5しか取れないと、まあこういうタケコンとかで終わっちゃうみたいなあるから、なんかあえて置き詰めの時持続レシピで持続埋めて中攻撃入るようにするとかあるんだけど、まずねこのね重ね中段マジでガードされるからやめた方がいい。まあ、やめた方がいいとは言わんけど、別にたまにはやってもいいけど、これ相手が持続のレシピ知ってる知らないとかじゃなくて、ちゃんと相手の4フレ暴れを潰すようなラッシュ中段、それめっちゃガードされやすい。本当に超ガードされやすいからやめた方がいい。でしかも相手が中段警戒してなくてもただパリーするだけでジャスパになるので、当然人って自分が起き上がる瞬間めっちゃ相手のキャラ中止してるんだわ。すごい集中してるんだわ。だからね、中段も立たれやすいってのもある。じゃあどういう中段、ラッシュ中段を打てばいいのかっていうと、少し遅らせなんですよ。少し遅らせて中段打つことで、じゃあどんなメリットありますかって、どんなメリットがあるかっていうと、まずですよ、相手の起き上がりの遅らせぐらい潰せます。遅らせぐらい潰すと当然カウンターになるから、もうこれでも別に中攻撃入んのね。これジェイミーに限らずの話じゃないからね。で当然さっきも言ったけど、起き上がる瞬間は人間集中してるんだけど、起き上がりからちょっと遅れた時の中段ってやっぱね、集中が途切れてて当たることがめっちゃ多い。まあ、だからこれが一番なんだけどね、その本当に集中が途切れるタイミングだから中段めっちゃ当たるのよ。なんかやっぱね、結構上手い人って起き上がり最初中段入れつつファジーでしゃがみガード入れるみたいな感じの人多くって、それでやっぱガードされちゃうのよね。本当に起き上がる時はしゃがみガード入れてるんだけど、起き上がる直前まで立ち入れといてしゃがみ入れるみたいな感じの人ってやっぱ多いんだ。だからそういう人に対してもこの遅らせ中段当たると。でもう一つが、まあこれよくあるんだけど、まあこれ今の遅らせラッシュ中段なんだけど、これさ、これもあるあるなんだけど、じゃあ起き上がりパリーしようとかしてるとき、これめっちゃあります。起き上がりちゃんとパリー押すやん。で大体みんなパリー一瞬だけ押すみたいな、パリー一瞬だけ押してガード解いちゃってラッシュ中段がパニカンしちゃう。これもめっちゃあるんだわ。ラッシュ遅らせ中断するときしっかりカウンター確認、パニカン確認した方がいい。マジで遅らせ中断死ぬほど当たるから。でこの原理と共にこういう状況を作れる時があって、それが大攻撃キャンセルラッシュ中断。これもめっちゃ当たる。大攻撃キャンセルラッシュ中断って、指導の大攻撃によって、ちょっと厳密には変わってくるんだけど、大体、大攻撃キャンセルラッシュ中断ってすると、グラ潰しのタイミングになってる。大体ね。で、グラ潰しのタイミングになってるイコール、本当の重ねのタイミングの攻撃じゃないから、さっき言ったように、集中が切れるタイミングになるんだよね、くしくも。くしくもそのタイミングになる。ジェイミーだとちょっとできないんだけど、結構適当に、レコードさせて投げをガードリバーサルをディレイ6フレで投げレコードさせてやれば大体わかるんだけど、これで強攻撃キャンセルラッシュ中断が通るんであれば通るってか投げを潰すんであれば強い。これはそうだから、中攻撃とかでやんない理由は当然やけど当たり前に投げられるから、プラスの猶予が少なすぎて、でそれプラス無敵技で割られちゃうから。ただ強攻撃指導だと無敵技安牌じゃなくなるんだわ。こんな感じで中攻撃だとこれ絶対ねサマーで切り替えされちゃうから、サマーっての無敵技でこんな感じで、だから強攻撃でもう一つ当たりやすいラッシュ中断があって、弾あると思うんだけど、どの弾でもいいんだけど、弾ジャスパした後にラッシュ中断、これもめっちゃ当たる。これマジ当たる。これめっちゃ当たります。やっぱ弾打った側ってジャスパされたらフレーム有利取られちゃうから、一旦待とうってなるわけよ。でそこって生ラッシュ見ようとはならんのだわ、向こうに潰されちゃうから。こんな感じで潰せちゃうから、相手ってやっぱ様子見になるわけ、しゃがみガード入れるわけだから、ここもラッシュ中断かなり当たりやすい。でラッシュ中断って発生が遅い代わりに、やっぱちょうどある程度近づいてグラ潰しのタイミングにこれもなんのね。だから2粒美味しいっていう。ジャスパ成功したら普通にラッシュショーパンじゃない。例えばルークの強玉とか剣の弱玉竜の弱玉とかって別にラッシュから攻撃確定しないんだ。弾って全部が全部ラッシュ攻撃確定するわけじゃなくて、こんな感じでガードされちゃうのね。でこれ竜の弱波動とか剣の弱波動とかもこんな感じ、そういう仕様だから、ジャストパリーから攻撃が確定しない時はこういう風にラッシュ中断で攻めるっていう。これはかなり熱い。これマジラッシュ中断の当て方っすね。まとめると置き攻めでしっかり重ねではなくてちゃんと遅らせてちょっと当てる。でいけるんであれば強攻撃キャンセルラッシュから、ラッシュ中断で、あとは弾にジャスパして何も確定ない時にジャスパからのラッシュ中断、ここら辺すごい当たる。でやっぱカウンターすることすごい多いから、カウンターヒット確認はした方がいい。